NBA ラジオ。さあさあ本日もやってまいりました。一日お疲れ様でございます。ところで皆さん、クリスマスの予定ってそろそろ立ってますか？どうせ僕の動画見てるくらいだからね、今年も一人なんでしょう。はいはいはい。まあ僕も人のこと言えないんですけどね、絶賛ウィズに重課金中でございます。ちなみに成果が出なかったらクリスマスゲーム一緒にライブ来てくれよな。というわけで本日のテーマですが、まあ12月3日にね、レイカーズロケッツをボコボコにしまして、まあちょっと気分がいい形でこのテーマ取り上げさせていただきます。募集した YouTube の質問からこんなコメントが届いておりました。ロケッツは果たしてプレオフに出れると思いますか？というところでありがとうございます。結論言うと、プレイオフには出れるかなと思っているんですが、プレイインを経由するんじゃないかなと私は予想しております。ということで本日はそちらのテーマについてラジオ劇お楽しみいただければなと思います。まあ、昨シーズン確か最下位でしたっけ？そこからね、開幕直後は6連勝なんかもあったりして、お、生まれ変わりましたと思ったらば、最近ちょっと落ち始めてはいるよね。現在私が取ってる段階だと、ウエスト10位8勝9敗。けどまあ、3年連続プレイオフ逃してて、あれ3年連続最下位だっけ？一回14位とかあったっけ？ちょっと忘れちゃいましたけど、そこから弱い状態から、たった3年でこのぐらいの戦力を整えることができたっていうのはポジティブな要素ですよね。まずはこの男から話させてください。アルペラン・シェングン。トルコ出身の21歳若きパッシングビッグマンですね。ベイビー・ヨキッチなんて呼ばれたりしてますね。最近こういう白人系、まあ、シェングントルコだから白人っていうか、まあ、ちょっと人種的なところはちょっと置いといて、ユーロ系のビッグマン、パスが上手くてセンターもできるっていうところで流行ってますよね、そういうオフェンス展開。ナゲッツのヨキッチ、キングスのサボニース、サンズのヌルキッチなんかもそんな感じかな。ロケッツもそれにあやかって、シェングン中心にパスができるからランニングシューター、スリーポイントで打てる選手っていうのを並べて、効果的にスリーポイントを打つっていうオフェンスをロケッツも敷いてます。まずその重要なオフェンスの要っていうところをね、徐々に成長して今遂行してるっていうのはすごいと思うし、彼自身のペイントでのオフェンス力も上がってますね。現在平均得点も21得点、昨シーズンが 14.8 得点なんで6点近く上昇させてますよね。いやこれマジでタイリース・マキシがあんなにエグくなきゃ MIP 候補に乗ってもおかしくないレベルですからね。アシストも昨シーズンから2ほど上がっている。はい、素晴らしいですね。今シーズンマジで僕オールスターに選ばれてもおかしくないと思うかな。ウェストのフロントコートってそんなに激戦区ってわけでもないんで、ギリ招集されるか追加招集枠で選ばれてもおかしくないですね。ロケッツがまあ10位以内保ってれば結構可能性は高いと思います。僕オフシーズンにラッパーのキザルさんっていう方と動画を撮ったんですけど、ロケッツファンなんで、そこで僕はジェイレン・グリーンよりも先にアルペレンシェングンの方がオールスターになると思いますって言ったけど、マジでその予想当たりそうやよね。っていうかワンチャン2011年ドラフトめっちゃ豊作って言われて今年3年目の選手たちなんですけど、シェングンが一番乗り説あるよな。まあ、あと可能性あるのは今年に関してはケイド・カニンガムだけど、ちょっとチームが弱すぎるからね。まあ、あとフランツ・バグナーとスコッティ・インバーンズぐらいか。後で話すジェイレン・グリーンも今年は厳しいと思ってか、まあ、ウェストのガード陣が渋滞してるから。そう、このシェングン16位指名にしてはね、まあリドラフトしたら5位以内には入ってくるよね。まあ本当に順当な成長を遂げてると思う。ただ求めすぎなのかもしれないけど、これからベイビー・ヨキッチじゃなくてオリジナルシェングンとして呼ばれるためにはアウトサイドをもう少し鍛えたいところよね。絶望的に下手ってわけじゃないんだけど、メインオプションではないですよね。でも去年からアテンプトがね2本くらい伸びてる状態で 30% 前半なんで、多分練習はしてきてて上手くなってきてると思うから、ゆくゆくね40%いかないくらい打てるようになれば、もっともっとスペーシングが良くなってシェングンの展開したオフェンスが上手くいくと思うから、だからロケッツファンの方々はここをシェングンに求めてあげていけばいいかな今後は。ま、ディフェンスに関しては良くはないけど、サボニスより上手くなればいいと思う。そう、サボニスもめちゃくちゃいい選手だけど、オール NBA サードチーム以上になれないのは、そのアウトサイドのところとディフェンスのところだから、ヨキッチくらいな、もうドロップだけして穴にならないみたいなディフェンスをあとは成長させれば完璧かな。次に話したいのは、お前だ、自称コービー、かっこわらかと思ったら、あれ本当にコービーのソフトちょろっとインストールしました？ディロン・ブルックスさんですね。いや、本当にごめん。俺はシーズン前に、まあ、マジロケッツ補強血迷ってるやん。ディロン・ブルックスに1年あたり20ミリオン、ははは、バカバカバカとか言ってたけど、バカは僕でした。はい。そんな風になるとは思わないじゃないですか。現在17試合の出場で3ポイント 44.1%、リーグ20位。20位か。うん。一時期1位だったしね。なんかレイカーズやるときも、あ、打て打てと思ったら、入るんかいみたいな。うん、なんか落ちないな、みたいな。なんでこうなったんだろう。逆に教えて。ワールドカップが良かったの。確かワールドカップ良かったけどね。しかもグリズリーズにいた頃よりオフェンスのエゴなくなってない。本当にグリズリーズの時は入らねえのに打つから、もうオフェンス壊してるやんっていうシーン多かったけど、ロケッツでは本当に必要最低限、マジシェングンからパス来た時ぐらいしかシュート打たないから、無駄なワンワンとかも少なくなったし、まあミドルもなんなら入るようになってきてるし、え？なんか、なぜそんないいプレイになったんだ？逆に何があった？あとディフェンスは相変わらずブルドックだしね。ちょっとファール多いけどな。まあ、あとキャラ的には変わってないからね。毎回
回レブロンに突っかかってくるしね、3試合やったけど。まああれはね、ファンから見せたら面白いから全然いいんだけどね、俺もいじりがいがあるんで。はい、ロケッツの弱点だったディフェンスにエナジーを与えてるというところで。なんかな、俺プレイオフでもう一回やりそうな気すんだよな。次は、ジェイレン・グリーンなんだけど、まあ、シェン・グンほどの成長曲線歩めてないなっていうのが正直というか、なんなら今ロケッツが、なんか強いのか弱いのかどっちかなっていう状態になってるな、このジェイレン・グリーンの安定感のなさは響いてると思うかな。まあ、シェン・グンと同じで21年ドラフト同期で2位ですからね。全然上手いし、なんなら、ああ、こういう技も身につけたんやっていうのは見られるんだけど、ちょっと、シェン・グンの成長速度が思ったより速くて、ジェイレン・グリーンが、なんか本当は自分でドリブルつきたくて自分のリズムでシュートとか打ちたいんだけど、もうシェン・グンのオフェンスの方が効率的っていうのに引っ張られてしまい、まあ、ランニングシューターとして機能する場面はあるけど、ハンドラーとかプレーメーカーとしての成長がまだ見込めないっていうところが今この現状っていう感じかな。逆にそこを身につければ本当にヨキッチとジャマール・マレーで、そのマレーの役割をジェイレン・グリーンが終えるレベルのプレーメーカーとして成長できれば、ナゲッツ化する可能性は全然あるよね。そうなんだよね。なんか最近ジェイレン・グリーンみたいなさ、スコアリングシューティングガードめっちゃおるやん。オールスターのとこで言うとデビン・ブッカーとか、まあ SGA は人によってはポイントガードかな。ドノバン・ミッチェルとか、今は発泡酒って呼ばれてるけど、ブラッドリー・ビルとか、そういうタイプの選手めっちゃ多いんだけど、なぜ彼らがそういうトップ層に食い込めてるかって、ハンドリングとプレーメイクが優れてるからだよね。はい。ぜひぜひ、そのレベルに到達していただきたいですね。逆にそのレベルになった時に、ロケッツがプレイオフ確定のチームになれる時じゃないですかね。で、次がフレッド・バンブリードですね。今年すんげー額でロケッツ来たよね。3年目チームオプションの契約の1年あたり約40ミリオンっていうところで、まあ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 、その額の活躍はしてないけど、まあその額にならざるを得なかったのは、まずハーデンが来てもいいよっつったけど、お前チーム中心にしないからねっつったら来なくなったっていうのもあるし、じゃあ誰にそのお金出さなきゃいけないのか、CBA が新しくルール追加されたからお金使わなきゃいけないよね、まあバンブリードでいっかっていうところなんだけど、まあ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 、でもいいんじゃないですか。今平均も 9.1 アシストでリーグ4位だし、ゲームメイクプレーメイクが安定して、シェン軍がいない時間帯とかのハンドラープレーメーカーとしての役割を担ってるってところでは、オフェンスの質をあまり落とさなくなるっていう意味では取ってよかったかなと思います。ただまあこの人一流かもしんないけど、超一流ではないんだよね。一回オールスターに選ばれたことはあるけども、ゲームチェンジャーではない。平均も今20得点いってないし、チームの床は上げてくれるかもしれないけど、天井を高められる選手ではないんだよな。もう少しで30歳になるから、これから上がっていくってのも難しいと思うし、確かに契約金に見合ってはいないんだけども、あんまりネガティブに捉える必要がなくて、なんでかっていうと、さっきも言った通り、彼の契約っていうのは3年目チームオプションなんですよ。だから、ないものとして考えてもいいんですよね。チーム側が契約残すかは3年目決められるよっていう権利なんで。で、その3年目っていうのが、実は、シェン軍とジェイレン・グリーンが、まあ、まずマックス契約以上の契約を結んだ場合に、そのお金が発生する年なんですよね。だから3年後に、まあ、ワンブリード32歳にもなるし、40ミリほどの活躍はしてないな。まあ、じゃあ、シェン軍とグリーンのために切りますか。ないし、2年目の途中とかでトレードに出しても、実質残り1年契約として出せるんで、他チームからも欲しがられる。40ミリオンっていうまとまった金額あるから、例えばじゃあエースウィングを取ってきますか、40ミリオンくらいの選手欲しいな、ポール・ジョージ、カワイ・レナードとかっていう時にトレードアセットにもなるんで、現状全然そういう面考えたら悪くないっていうところですかね。まあ、あと今怪我して全然出れてないけど、今後成長が見込まれるっていう時に、アメン・トンプソンがその段階で出てくる時にバンブリッド切ればちょうどいいかなっていう気はします。で、スタメンのラストはジャバリ・スミス・ジュニアですね、2年目っていうところ。まあ、2年目の壁にぶち当たってるかなっていうところだけど、まあまだ20歳だしそんなもんじゃないかな、求めすぎてもなっていうところじゃないですかね。今後キャバリアーズの動画で出す時にも言うけど、エヴァン・モーブリー状態になってますね。サイズに対しては十分すぎるほどの機動力を持ってるんで、ディフェンスとリバウンドでアドバンテージは確かに取れるんだけど、センターにそこまでスペーシングが良くない選手がいるから、そのセンター、まあ、シェン軍のことねと並べてしまうと、ジャバリ・スミスのアウトサイド能力の低さとクリエイト能力の低さが目立ってしまって、スペーシングが悪くなっちゃってるっていうのがロケッツのオフェンスが完成しきってない理由になってる感じするかな。まあほぼエヴァン・モーブリーと同じ状態だよね。彼もジャレット・アレンいるからそこで苦しんでるし、オフェンス停滞する原因になってるから。だけどまあ何回も言うけど、2年目なんでまだ長い目で見ていいと思う。そうなんだよね。ナマジ同期のチェット・ホルムグレンっていう化け物とパオロ・バンケロも、まあまあそんな1年目から成長はしてないけど、自分で打開できるオフェンス能力あるやつが同期にいるから、ちょっとね悪いところ目立ってしまってはいるけど、ドラフト前評判的にもね、オールスターポテンシャルがあるかは微妙だけど、ハズレがないロールプレイヤーとしては取っていいみたいな評価だったから、まあそこで言うと全然悪くはないって感じですね。
だこっからマジで、まあ最低でもストレッチできるぐらいのスリーポイントの確率と、まあフィジカル的にどうなんだろうってとこあるけど、ゴール下ペイント内でのオフェンス力かな。どっちかを取るべきかなと思います。アウトサイドを取るんだったらポルジンギス化すると思う。ゴール下を取るんだったら AD 化すると思うから。はい、ロケッツさんぜひ注目してみてください。で、そこに絡めてなんだけど、そうなんだね。ジャバリー・スミスは現状ロケッツのオフェンスにおいてめちゃくちゃフィットしてるわけじゃない。ディフェンスでまあある程度いけるから使われてるだけで、どっちかっちゅうとタリ・イーソンの方が使いやすい感じだよね。まあなんか昨日キャム・レディッシュに切れてたけどね。まあ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 、その、ジャバリー・スミスよりかはスリーポイントが若干上手いっていうのと、ペリメーターでの機動力があるから、チェン軍からのオフェンスにフィットするのはどっちかっていうとイーソンなんだよね。アーロン・ゴードン的な役割を担える。でもここ悩ましいですね。タリー・イーソンとジャバリー・スミスっていうのはドラフト同期なんで、ルーキー契約後の延長契約の年っていうのが一緒ですから、両方残しておくだけのロケッツにサラリーキャップがあるのかっていうとどうなんでしょうね。だから今ジャバリスミスとタリーソンを併用してミニッツを分けてるっていうのはそこもあると思うから、あまりにも両方出しすぎるとサラリー上がっちゃうじゃん、活躍されすぎて。両方安く残すために分けてんじゃないかなと俺はちょっと分かんないけど予想してます。まああと他の選手で言うとね、ジェフグリーンも今年来ましたけど、あなたそのちょっとそのレブロンほどじゃないけど、レブロンレベルでそのなんか一定のレベル衰えないのすごいよねって思う。ジェフグリーンがシェンゲンの控えでスモールセンターやってよかったりとか、今アメン・トンプソン怪我してるから出てないけど、代わりにアーロン・ホリデー3兄弟でしたっけ、実は4兄弟だったんだっけ、まあ、末っ子 NBA にいるのはが結構いい活躍、ディフェンスもうまいしっていうところで、いやホリデーの血筋すげえな。で俺がここから密かに期待をしているのが、ドラフト5位指名予想されていたけど実は20位指名まで落ちてしまったキャム・ウィットマンですね。なんか G リーグでは無双してるらしいね。最近1軍でも顔を出してるけど、ここよね。彼がもう少しアウトサイドを打てるプレイヤーになってくれるんだったら、ディロン・ブルックスにできないウィングプレイヤーのクリエイトっていうところができるようになるんで、もっともっとロケッツのオフェンスの多様性が生まれてくると思いますね。ていうかマジなんでこんな指名落ちたんだっていう感じしない？なんか面談でめっちゃ悪かったとか怪我があったとかっていうけど、もう普通に今出てるし、なんか問題まだ起きてないからね。まあまあちょっと楽しみな見守っていける選手じゃないですかね。そうだから今話した感じ、なんかもう別にドラフトとかで取る選手あんまいねえし、補強も難しいんだよな。穴自体はないよね。なので今後上に行きたいんだったら全然若手の成長待つだけでいい気がしますね。今まあ別にそこまでいい順位じゃないけど、焦ってトレードに動く必要はないと思います。逆に指名権が結構余っちゃってるんで、センターの控えベテランを取るとか、もうちょっとランニングシューター的な動きができる選手っていうのをトレードで獲得するとかはあってもいいかなって思いますね。あーだからまあ取れないとは思うけど、ケビン・ハーターとかは無理か。ボグダン・ボグダノビッチをホークスから取るとかはありかもな。まあそれかもっとディフェンシブなウィングっていうところで OG アヌドビーとかに手出すのもありだと思います。まあ今後の動きに注目ですね。ドラフト指名権をちょっと消化したいです。最後にちょっとチーム全体的な話をして終わりたいと思います。お、ウドカがちょっとサムネのピョッと出てるな。ウドカ大丈夫？ヒューストン可愛い人いない？ロケッツの職員に可愛い人いない？大丈夫？不倫しなさそう？大丈夫ですか？てか俺が人のこと言えた義理では全くないの分かるんだけどさ、口悪いね。そのこの間レブロンとさ、あの口論になってさ、ダブルテクニカル吹かれて累積2回目でウドカ退場になってたけど、レブロンでビッチビッチビッチみたいな、ソフトマンみたいなめっちゃ言いまくってたからね。若者の口喧嘩じゃねえんだからさ。まあまあまあ、スティーブン・サイラスの3年間の地盤を引き継いだっていうところで、まあ良かったね。サイラスがねめっちゃ悪いっていう意見とか僕もキザルさんから聞いてたけど、まあ、普通にユドカはそこの恩恵というか土台に乗っかった感もあるから、まあ確かに彼は優秀なんだろうけど、そりゃベテランも今年取ってきたしある程度結果は残せるよねって感じはします。ただロケッツね、ちょっと前半に比べるとオフェンスレーティングとか下がってきてんでね、スリーポイントパーセントもなんならレイカーズね1個下の順位になってますね。ディフェンスは良くなってんだけどね、今レッドレーティング5位ですからね。はい、まあだからディフェンスっていうのはディロン・ブルックスとかバンブリードのおかげで向上はしてるんだけど、オフェンスにおいてはそのランニングシューターの枚数が足りないとか、若手の成長がまだ伸びしろがあるっていうところで満足にはいってないんですが、逆にそこが埋まりさえすれば上位狙えるっていうチームですね。まあと思ったよりそのツインタワー体制敷いてる割にはリバウンドが弱いってところもそうかな。はい、なのでそこですよね。ディフェンスがめちゃめちゃうまくいった上でリバウンドが強いのでチームが今強いっていうのはウルブスとかなんで、そこを目指せる感じかな。はい、という感じでロケッツの話はここら辺で終わりたいと思います。ロケッツファンの方、そうじゃない方もね、今回ラジオでまあなんか意見とかあればコメントでお願いします。最後にちょっと来てた質問1個だけ答えて終わろうかなと思うんですけど、YouTube のコメントに来てました。ありがとうございます。なんでレイカーズファンになったんですかというところで、じゃあこれチーム推し戦勝しの話も絡めて答えますね。まず僕は NBA を見始めた頃はもうレブロン推し
しだったんですよ。チームを推してるってことは基本なかったんですよね。僕がバスケットを始めたのが中学校1年生です。その時 NBA2K を友達ん家でやって NBA 徐々にハマりだして、でその時ヒートにレブロンいまして、まあ最強な選手とか僕アニメでも最強キャラとか好きなんでレブロンが最強だろうというところで好きになったんですけど、でそこからまあヒートでレブロンは2回優勝してキャブスに移籍したんですけど、まあ即キャブスに乗り換えてね、全然ヒートに思い入れなかったんで、でそこから即キャブスに乗り換えて2016年に1回優勝してなおレブロンのこと好きになったんですけど、ぶっちゃけキャブス時代が一番チーム的に嫌いだったんだよね。もうレブロン頼りがひどすぎてさ、カイリー・アービング移籍後のキャブスがマジ見てらんなかったもん。まあその時点のレブロンが一番すごかったからいいんだけど、そうだから別にキャブスも好きになることはなくレイカーズに移籍して即レイカーズに乗り換えたんだけど、まあそこで一旦俺は思ったよね。うわーミーハーチームじゃんと。まあまあでもレブロンいるから見るか応援するかっていうところで、1年目はまあ散々だったんですよ。レブロンも怪我しちゃったし、まあその時にどうしようかなーって思ってたけど、次の年よね、はい、バブル年でございます。そこでのレイカーズがまあ AD 来たこともあったし、カールーソ、 KCP、 エイブリー・ブラッドリー、レアジョン・ロンド、そして僕の推しカイル・クズマ、素晴らしい選手がめちゃくちゃいて、レブロンが活躍した年の中でも一番レブロンに頼らないオフェンスを展開できてたチームがこのバブルレイカーズだと思ってるよ、僕の中では。もちろんハーフコートバスケットはレブロンポイントガードでアシストも取った年ですから、レブロン中心であることは間違いないんだけど、何よりディフェンスにおいてカルーソとかブラッドリーとかクズマとかがペリメーターでスティールして速攻につなげるってオフェンスがめちゃめちゃ好きだったんで、はい、ここでレイカーズにまあ惚れたっていうのプラス、レイカーズが優勝したことによってなんか楽天とか古着とかで結構レイカーズのグッズをいっぱい買える機会があって、そこであなんか紫と黄色って結構そのみんなが普段着ないような色でおしゃれだなと思って、ファッションきっかけでも好きになりましたね。もともと僕結構古着とかファッション好きな人だったんで、はい、そういう感じで今はがっつりレイカーズファンになったところですね。だからまあさっきレブロン推しであるとは言ったものの、まあレブロンって多分どっかで移籍、ブロニーとかブライス来たらすると思うし、引退っていうのもまあ近づいてきてると思うんで、その時になったとして僕はレイカーズファンやめないかなと思ってます。もうだってツーウェイ選手とかまでもう全部もう詳しく知っちゃってるから、もう抜けらんないのよ正直。はい、なのでこれを聞いてレイカーズファンの方々安心してください。多分大丈夫です。僕はずっとレイカーズファンでございます。はい、というわけでここまでラジオを聞いていただけた方ありがとうございます。こんな感じで質問とかありましたらコメントとかツイッターでもいい、まあできればメールがいい、コメントに残しておく、ぜひ送ってくれると嬉しいです。別の動画でまたお会いしましょう。さよならっす。